こんにちは、ゆりかです。はい、今日は今までいくつかワーホリに行くためとか行った後の話の動画を上げてきたんですけど、その中に完全に話しきれてない内容があったりだとかで、コメントで質問をいただいたりとか、インスタの DM で質問をいただくことがあったので、今回はもっとね、みんなが見て全部のワーホリのことをちょっとでも満足に知れるようにと思って、今までの質問のことと、あとは新しく質問募集もした時にいただいたワーホリに関しての質問をざっとね、集めた動画をしていきたいと思います。それでは見ていきましょう。スタート。まず今まで上げた動画は、書類の集め方とかお金の話、家の探し方、アルバイトの探し方、携帯契約について、この4つの動画について上げてきたんですけど、まあそれについてきた質問とかをこう順番に、今日は全部で14個の質問に答えていきたいと思います。1つ目から読んでいきますね。往復航空券のコピーは、どこ飛行機の会社のを買ってキャンセルしたんですか。これが韓国のワーホリのまず申請をするときに、往復航空券のコピーも必要書類になります。で、まあね、1年先とかのもなかったりとか、もう10万とかしてめっちゃ高いから、1回今高くてもそれを買って出る予約表をコピーして申請をして、申請が通った後にキャンセルしたらいいですよっていうお話をしたんですけど、その時のこうキャンセルした飛行機会社はどこですかっていう質問ですね。私ここの記憶がちょっと曖昧なんですけど、確か大韓航空で取ったなっていう記憶があります。2番目、ワーホリに行く前に日本の住民票は抜きましたか。これも私調べて、まあ抜いた方がいいんですよね。抜かないと、あの住民税が済んでなくても住民票があるっていうことで住民税が発生して、まあ前年の自分のお給料によって、あの住民税って変わってくるので、まあ私の金額と皆さんの金額は違うと思うので、ちょっと金額について伏せさせてもらうんですけど、1月1日の時点で日本にいるっていうことで、住民税が発生する、その年が発生するんですよね。だから私が行くタイミングが6月に申請をして、7月に韓国に渡ってるんですけど、前年分のお給料の計算で、韓国に行くとその年は半年は日本に住んでるけど、1年分まとめて全部払いましたね。で、その代わりに、その次の1月1日、今年の1月1日は住民票を抜いてるので、日本にいないから発生しないようになってます。これも帰ってきてから戻さないと多分脱税みたいになって大変なことになっていけないから、区役所に行って、住民票を戻す手続きをしないといけないです。その時にね、注意しないといけないのが、私いつもそのままピーってして顔認証とか指紋で書いてたから、ハンコをもらってなかったんですよね。で、ちょうどパスポートも切れるから、帰ってきて1ヶ月後にパスポートの更新をしなきゃと思って、そしたら住民票、戸籍となんかの書類がいるために行って、まずじゃあ住民票戻さなきゃってなって、あ、じゃあ戻してくださいってお願いしようとしたら、あなたが日本で生まれたことを証明するものを見せてくださいみたいなこと言われて、ええってなるじゃないですか。で、パスポートを見せたりとか免許証見せたりとか、いろいろしてもすごい時間がかかって、なんか日本でね、生まれた書類が必要って言われ、家にあれば戸籍謄本を持って行って行った方がいいのかもしれない。2時間ぐらいね、待っちゃって、もうちょっとうんってなったんですけど、で、その後にそのパスポートに印鑑をしてもらってなかったから、いつ帰ってきたか証明できないからって言われて、全然戻すのにすごい時間がかかっちゃって、航空券の予約のメールが残ってたから、まあそれでなんとかっていうところになったので、あの完全帰国の日は、あのね、別に並んでハンコをもらうゾーンがあるので、私のようにこうミスしないようにハンコをもらってください。で、3個目ですね。申請は出してからどれくらいでビザが下りましたかという質問は、私は福岡の方で申請をして、なんかね、サイトには次の日に翌日に出ますよって書いてるけど、なんかと思い返しても翌日に出た記憶があんまりなくって、3日から1週間ぐらいの間でもらいに行った記憶があるかなと思います。なんかね、この時期とかだったら1ヶ月末とかも聞いたことがあるので、事前にね、電話してみて聞いてみてもいいかもしれないです。
で、4番目、留学会社の選び方のポイントとかありますかっていう質問も受けたんですけど、ちょっと申し訳ないんですけど、私全部調べていったから留学会社とかエージェントに頼ってなくって、調べたことも実際ないんですよね。なので、こうお答えできるかなと思って、周りの友達を考えてみても、周りでもあまりエージェントを通した子たちがいないので、参考になる答えが私の中ではちょっと出なかったので、申し訳ないです。まあでもやっぱり、問い合わせしてみて、そのするしないに関しても、ここに絶対決めるわけじゃなくても、事前の問い合わせってできると思うので、その時にどういう対応をしてるかとか、周りの友達聞いてみるとか、口コミ調べてみるとかが一番じゃないかなって思います。で、5番目。最初に持っていくお金はまあ大金だと思うんですけど、どうやって持っていったんですかっていう質問も受けました。これに関しては私もすごい悩んで、海外送金とかすればいいんですけど、まず、自分の住民登録票ができて、口座を作りに行けるので、それまでに、だいたい1ヶ月かかるって言われてあるから、1ヶ月分のお金は持っていかないといけないじゃないですか。で、海外送金とかしてたら、手数料もかかるしなと思って、すごいわかんなくなっちゃって、LINE Pay とかで送ったらいいのかなとかも考えたけど、お母さんもわかんないってしてたので、持っていこうと思って、封筒に入れて、またファイルに挟んで、なんか大事な書類を入れるファイルに挟んで、で、そのまま韓国に持って行きましたね。すごい不安なんですけど、その間は使うお金だけを両替をして、お家のキャリーの中にね、しまい込んでました。6番目の質問です。30万スタートで生活ができましたか？そうです。私が家賃とか家のこととかを全部払って生活にスタートした時点で30万残ってる状態だったんですよね。でもお家は家具付き、全部家具もついてて、あとはこう、ベッドの、カバーとか枕とか、あとは、食品とかを買うぐらいだったので、特に問題はなく、しかも家賃3ヶ月前払いみたいな感じだったので、家賃も払う必要がなくて、まあ引かれるのが携帯代ぐらいだったんですよね。なので最初30万で特に生活が厳しいなっていうことはなかったんですけど、やっぱりバイトが決まるまでは不安で仕方ないから、できるだけお金使っちゃいけないと思ってるけど、やっぱみんなようこそっていっぱい遊びに誘ってくれるから、まあ遊びには行ってました。その代わり家ではもう全然食べないとか、外食の時だけ食べるとかっていう、なんかね、不規則な生活をしていましたね。良くないです。まあやっぱり余裕があればあるほどいいから、自分の最大限貯められるお金を持っていった方がいいと思います。7番目の質問です。Airbnb に泊まるのも手ですか？これがお家探しを私は事前にして行った瞬間から住んだんですけど、もし不動産屋さんに行くとかだったら、ついて、その間まで泊まるお家が必要じゃないですか。なのでそこの時に泊まるっていうのも手ですかねっていう質問を受けてるんですけど、あ、確かにそうだなって思いました。私が方向音痴がすごい怖すぎて、なんかあんまりそこに泊まったことがなくて、この前初めて泊まったばっかだったんですよね。だけど今はすごいいい手だなって思います。生活できるようにね、家具とかね、家事もできるし、自炊もできるし、すごくいいなって思います。8番目の質問です。未成年でも携帯契約ができますかっていうところで、私は未成年じゃない状態で行ったので、この質問どうしようと思って、私の知り合いで高校を卒業してすぐに韓国留学、ワーホリに行ったお友達がいるんですけど、その子に聞いたところ、まあ、韓国って18からいろいろできるようになるけど、その質問を受けた子が早生まれの年だったんですよね、韓国の年齢でも。だから未成年の扱いになってしまうんですよ。高校卒業していって早生まれじゃなければ契約はできるけど、高校卒業してしかも早生まれでってなると未成年扱いになってしまうので、できないかもしれないっていう回答をもらいました。で、その子は語学堂に最初通っていたので、語学堂の先生が手伝ってくれたって言ってて、何かしらエージェントか語学堂の先生とかに頼ってみるか、相談をねしてみるかとかが一番かなって思います。で、9番目の質問は、口座はどうやって作りますか？これに関しては、まず外国人登録証ができないと口座を作りに行けないので、まあそれができてからそれを持って、まあ銀行に行けばいいんですけど、私はシナウネンで作りました。で、
なんでそこを選んだかっていうと、専門的な用語とかになるとちょっと最初すごい不安だなと思って、外国人対応があるところに調べて、市長にあるソウルファイナンスセンターっていう店舗なんです。私持っていたのは最初に入金するお金と外国人登録者アリアリスと思って、その時もね、調べたんですよね。で、なんか念のためになんでこう口座を作らないといけないのかっていう書類がいるって言われた人もいるっていうのもブログで見たから、家の契約書を持って行きました。で、実際に必要だったのは外国人登録書と日本のマイナンバーはって言われて、なくって持ってってないし、日本、まず韓国で必要ないと思ったから持ってきてなくてびっくりして、で、写真でもいいよって言われたからお母さんに連絡して写真を送ってもらって、そこで契約の紙を書きました。で、私実は2個口座を持ってて、国民運営も持ってるんですよね。会社に入った時に私が貯金しようって思ったから、貯金用とやっぱ使う用とチェックカードでどんどん切っていくから、使う分を貯金したい分下ろしてとかもするのが嫌で、貯金用の口座が欲しかったんですよ。で、調べた時に結構難しいこと、なんかなんで2つもいるんですかとか、やっぱそういうこと言われるっていうのを聞いて、不安にながらも国民運営に行ったら、そこは外国人専用とかじゃなくて、なんか普通に市民のその辺のみたいなところに行ったんですけど、特に、2個目なんですね。はい、じゃあどうぞ、みたいな感じで、タッチパネルでね、どんどん入力をしていって、その時もマイナンバーはいらなかったような気がするんですけど、守ってた方がいいと思います。で、簡単に作れましたね。だから、韓国語に自信があって、もう行くよっていう人は、もう一般的な方に行った方が、ちょっと楽ちんなのかもしれないです。10番目、これもね、すごい受けた質問なんですけど、韓国で保険はどうしましたかというところです。やっぱね、病気になった時とか困るじゃないですか。保険ってね、やっぱ大事なものだと思うんですけど、まあ一旦ね、調べたんですよ、行く前に。カードとかにある海外保険がどちらこちら。でもなんかそれを実際使うと、こういう場合の時は出なくってとか、なんか最初は手出しをしないととか、いろいろ出てきて、もうめんどくさい、わからんと思って、やめました。入るのに。他にもなんか保険エージェントみたいな保険屋さんも見つけたけど、1年でね、10万とかだったかな。で、そんな病気にならんかもしれん、健康に気をつけようと思って、もうサーンって行っちゃって、で、最初にアルバイトしたアクションのお店で、なんか店長が特別だよって言って保険証をね、くれたんですよ。で、韓国の保険証、ペラペラのね、なんかこれぐらいの紙があって、まあ中に内容書いてるんですけど、そこにもう外国人登録書、まあ身分証の番号が入ってるので、病院に行くときは外国人登録書を見せれば保険証持っていかなくても、それでね、保険加入してるっていうことがわかるので、すごい韓国そういうとこ便利だなって思いました。そこのね、もうバイトもでも辞めちゃったから、また一時期保険がなくって、で、その後は、まあ社員募集みたいな感じのとこで入ったから、保険加入をさせていただいて、年金とかも払ってましたね。なんで、まあ基本ワーキングホリデーでアルバイトで保険加入っていうのはないので、まあ運が良かったんだろうなと思って感謝してるんですけど、やっぱりね、不安だなっていう人は海外保険に加入するべきなのかなと思いました。なんかここも私がすごい難しくて破棄しちゃった部分だから、ちょっと頼りになること言えなくて申し訳ないです。で、11番目。これもね、いくつかたくさん質問を受けたんですけど、ワーホリの予定ですが、仕事が見つかるか不安です。仕事が見つかってから韓国行ったんですかっていう質問を受けたんですけど、まず外国人登録書ができないとバイトも始められないから、見つけずに行きましたので、目処も何もなく行って、まあ行く前から求人を見たりとか、たまにね、サイト、こういうサイト使ってるよって紹介もしたんですけど、やっぱりね、募集する側の人間としては、今募集してて早く面接来てさあ働こうになると思うので、今から応募するわけにもいかないし、いつ外国人登録書ができるかわかんないから、仕事は決まってない状態で行きました。で、次の質問。ワーホリを考えているのですが、日本で再就職できるか不安です。現在はお仕事に復帰されてるんですか。他にもね、これの質問は結構受けて、ワーホリ終わってからの仕事も気になります。私はそこですごく行くか迷ってるとか、ワーホリ行く人って大人になっていく、一回社会人を経験していく人ってすごく多いと思うので、大きな決断だと思うんですよね。まあ頑張って就職しただろうし、それを辞めて全部を捨てて韓国に行くって、だいぶね、大きな決断だと思うんですけど、私はそこにあまり不安を考えずにというか、韓国のバイト探しの動画でもお話をちょっとだけさせてもらったんですけど、
まあ韓国で就職ビザがやっぱり難しくってってなった時に、でも私がしたいことに向かって自分がやるべき行動は何だろうかってもう一回考えさせられる時期に、いい時期になってっていうのが、私は実は、まあ、大好きな会社で働いてて、そこを辞めるか、それとも韓国にワーホリに行くかっていうことをすごくすごく迷って、キャリアアップを目指してそこで頑張るか、それとも韓国に行くか、けど私はどんな自分の未来を見たいかってなった時に、韓国に行きたいっていうのもずっとあったし、夢があったので、それを叶えるためにはここでキャリアアップをして、その夢を叶えられるかってなると、そうではなかったので、私は韓国に行くことを選びました。まあ、それを叶えるためには、私の場合は日本で再就職をする必要がないっていう判断をしたんですよね。自分でしたいっていうやつなので、実はね、ちょっと今チラ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 見えてたと思うんですけど、ここにフォローマイハートっていうタトゥーを入れてるんですよ。まあ日本ってタトゥー結構まだまだ厳しいし、就職にも響く。この意味が、私の心の向くままにっていう言葉で、ずっと大好きで、私結構したいことは全部叶えていきたいタイプ、そういう性格なので、韓国に着いてすぐにこれをね、入れに行きました。なぜなら、まあ、この心を胸に刻んで私ずっと生きていきたいなって。まあ、今何されてるんですかってよく受けるんですけど、質問を概要欄に載せたりとか、インスタグラム見てくださってる方は見てくださってると思うんですけど、フォローマイハートっていう仕入れをしているお洋服屋さん、いつもね後ろに並んでるんですけど、お洋服とかピアスを仕入れて、まだまだ小さい、本当に全部仕入れから発送まで全部一人でやってて、まだまだすごい小さいあのファッションモールなんですけど、そのファッションモールをね経営をしています。私の夢はそこを大きくして、あの自社のね服を作ったり、ピアス作ったりとか、いろいろもしてみたいし、あの他の会社とコラボとかもしてみたいし、他に大きく言うと、私化粧品とかを作るのもすっごい興味があって、そういうところに入りたいなって夢を持った時期もあったんですけど、まあね、自分のコスメブランドとかを作れたりとかしたらどんなにいいんだろうって思って、ちょっとそれも夢見てるんですけど、まあリスクがあったりとか、いろいろなことを調べてる途中なので、まだねそこが完全な夢ではないですね。私のまでも一番の夢は、自分が雇われずに私が私でやることが夢だったので、今はそれを叶えています。だけどまだまだ小さくって、生活をそのお金だけでするってなると、やっぱもうね難しい話なんですよね。ちょっとこういう話を動画でするかちょっと迷ったんですけど、仕入れをしてそれが売れて、でもそのお金で私が遊んでいるかっていうと、そうではなくって、そのお金がまた次の仕入れに回ってってなるから、服で稼いだお金はまたの服に回してっていう風に、服だけにここは専念をしているようにしています。なので他には今までの経験を生かして、ちょっとしたライターをやって、まあブロガーじゃないんですけど、ライターをしてお金を稼いでいたりとか、でアルバイトをちょっと探して、今はあの大手のショッピングモールに出しているカスタマーのアルバイトを少ししたりもしてます。それをねでもすると、私は今まで接客業をしてただから、会う1対1の接客じゃなくって、通販としてのお客様との接し方っていうのをもう学んでみたいなって思って、ただアルバイトに行くだけじゃなくて、ちょっとお勉強にできる、お勉強になることがあればいいなと思って、そこで少しアルバイトもやってるので、日本に帰ってきてアルバイトは多分できると思います。ただ就職ができるかっていうのも、私の周りの友達もうちに留学したわけじゃなくって、今の仕事を辞めて転職をしたりとか今考えているっていう友達もねやっぱり多いので、別に再就職ができないっていうのは絶対にないと思います。なのでそこは自分の努力次第だと思います。これが今の私の、あの何されてるんですかという現状と、再就職に対しての答えです。すいません、長くなっちゃって。で、次の質問は、韓国の恩になど友達は元からいたんですかとか、どうやって韓国人の友達ができたんですかという質問なんですけど、私はもともとインスタで出会った韓国人の仲良い恩にが一人いて、その頃からお互い旅行に行った時に遊んだりとかして、すごい仲良くなったんですね。だからまあ元から韓国の鬼のお友達がいたりとか、オパのお友達がいたりとかっていう時点であって、そっからでも友達の輪が増えたのはやっぱり紹介ですね。でからその鬼の高校の時の友達とバーって仲間
紹介してくれて、その友達と1対1で遊ぶようになったりとか、まあその知り合いのおっぱのお友達ともお友達だったから、ここでも遊びに連れてってもらったりとかで、元からいてそっからめっちゃ広がったっていうのもあるんですけど、向こうに行ってもお友達ができることはもちろんありますけど、やっぱり、ね、紹介が一番まあ安心はするかなって思います。最後の質問です。韓国男子との出会いはやっぱり増えましたか？なんかね、やっぱ気になりますよね。日本にいるよりかは、やっぱ断然ね、韓国人の男性と出会う機会はもちろんあります。ただみんながいい人ではないじゃないですか。ここも、やっぱ留学とかワーホリに行くって一人で多分生活をするっていうことになるので、自分の身を守れる人ってもう自分しかいないので、日本にいて男性と関わるとか、男性といい感じになって出会っている時よりも、楽しいことももちろん絶対いっぱい韓国好きならあると思うんですけど、もっとでも慎重に気をつけないといけないです。これは私も思うし、韓国人のオンリーも言うし、オッパも言うけど、なんか、ね、日本人の女性に対してすごく夢を持ってるじゃないですか。まあちょっといやらしい動画をからの影響もあるし、まあ人間的に日本人っていう人間的に断りづらそうみたいな性格もあるし、まあその反面いいところで言うとすごく優しい。まあ優しいってすごいいいことだから、優しい人がやっぱ好きだし、日本の人と付き合ってみたいなとか、もっと悪い人はただ やりたいみたいな人もね中にいるので、そこはね、あのね、見極められるようにっていうか、ちょっとね、気をつけながらしていった方がいいと思います。だから、一人だけでも、あの、仲のいい韓国人のオンリーがいると、めっちゃ心強いです。今ね、こんな人いるんだけどって言っても、こうじゃない？こうやって聞いてみてとか、なんかあったら私が乗りに行くとか、っていうぐらいめっちゃ強くて、本当に頼りになるので、みんながそういうオンリーじゃないかもしれないけど、大体のオンリーたちはそうやって言ってくれるんじゃないかなって私は思います。さあ、こんな感じですごく長くなってしまったんですけど、ね、募集をしたり今まで受けた質問を、まとめてみました。他にもこれからまたもっと質問を受けることがあればまとめて第2弾とかもできたいなと思うので、ぜひ何かあればご質問をお願いします。私が経験してきた中で答えられる範囲の 100% の答えなので、これが皆さんにとっての 100% 正解の言葉でもないので、これはまあ一部の参考としながらふんふんって聞いてもらったらいいかなと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録ぜひお願いします。クロンターメバヨ、アンニョン。